はい、改めまして、久保さん、これこんばんは。こんばんは。久保さん、マイク聞こえますか？あ、ちょっとちっちゃくなりましたね、さっきに比べて。あれ？ちょっと待ってください。ごめんなさい。聞こえてることは聞こえてるんですけどもね。はい。これでいかがでしょうか？あ、いいんじゃないですか？はい、ありがとうございます。あ、安定して喋れる感じですか？そうですね、ちょっとはい、大丈夫です。はい。じゃあ、聞こえていますよというコメントも、浩二さんから入っておりますので、ちょっと早いんですけども、スタートしましょうか、よろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、まあ、気持ちちょっと大きめに喋れるようでしたら喋ってください。あ、わかりました。はい。それではですね、改めまして、今日もズームライブ始めさせていただきます。今日のゲストは、サラリーマン YouTuber の J さんでございます。J さんどうも、こんばんは。こんばんは。いつもお世話になってます。はい、ありがとうございます。まあ、サラリーマン J さんはですね、これから1年かけて、まあ、壮大な目標を持っているわけなんですけども、すでに動き出しているということなんで、まずは自己紹介をね、させていただきます。J さんよろしくお願いします。自己紹介の方。あ、はい。よろしくお願いします。まずお名前の方からお願いします。はい。名前は辻元と言います。はい。ご出身、出どちらです？はい、うん。出身は三重県です。はい。そうですね。三重県でお会いしましたね。どのくらいの年齢的にはどのくらいの年代になるんですかね。はい、あ、今40代、44歳になるので、お、今年45歳ですね。ああ、いい時期ですね。はい。もう同世代ということで、同じような年代の方いっぱいいらっしゃるんじゃないかと思いますけども、趣味ですとか特技ですとか、はい、なんかどんなことがあります？趣味は、漫画を読むこととですね、うん、あとは格闘技を見ることと、最近はキャンプ道具の収集にハマってます。おお、そうなんですか。いいですね。なんかその、ゆるキャンとかってアニメがあったり、一人キャンプってのもね、ひろしさんっていう芸人が。あ、そうですね。はい。あ、楽しそうですね。よくYouTube で拝見して、うん、で、そこでまあ道具の紹介とかをしてますので、はい。はい、そういうのをちょっと集めたりとかしてます。ああ。じゃあこれから、J さんも YouTube を使ってね、こんなアイテムがあったら、はい、一人キャンプ、ソロキャンプに楽しく参加できるよみたいなのを紹介したりするんですかね？あ、はっきりよく考えてます。いいじゃないですか。あと漫画と格闘技が趣味ということなんですけども、はい。格闘技漫画っていうのはどうですか？組み合わせ的には。見たりするのあります？あ、漫画ですか？はい。そうですね。昔っていう、今もやってるのかな？鉄拳のタフとか。はい。あとバキとかですね。うん。有名ですね。まあいろいろと有名なものしか知らないんですけども、はい、そういうの見たりもしますし、まあ実際年末のそういったライジンとか K1 とか、はい、そういった実際に格闘技見るのも好きなので、うんうん、見たりしてます。なるほど。格闘技とはちょっと違うんですけど、私はね、カンフー映画が好きでね、カンフー好きすぎて、あ、はい、ヌンチャク買ったりね、牧人買ったりしてしまったんですよ。そっちの方は興味あったりします？はい、さんの動画を拝見してて、牧人とかやってるのを見ましたね。やってみたいなと思います。ね、あれ買う人って結構勇気いる、ちょっとバカですね。どこに売ってるのかなって思ってたんですけど。ね、アマゾンにあるんですよ、あれ。あ、なるほど。鍛えられそうですね。すごく重くって、箱から出すのが、もうすでに、筋トレ一通りやってないと無理というね。もうむちゃくちゃ重いです。そうですよね。うん。で、あれを組み立てて、立てて、はい。まあ家の中置くじゃないですか。はい。大抵の家では家族に、まあ、どやされますね。いや、そうだと思います。かなりしっかりされてるような、牧師だったので。はい。結構ね、腹くくんないと買えないアイテムですね。そうですね。いや、でも感動しましたよ。来た時は、牧人が来て、カツッカツッとやった時は。あれで
久保さん鍛えられますか？こう、ね、案外僕人って木が硬くて痛いんですよ、はい、ああ。だからね、今思えばサンドバッグの方が絶対良かったなと。ああ、そうですよね。だからね、YouTube を意識してなかったら買ってなかったですね、僕人も。あ、そうなんですね。やっぱああいう変なの買いたいじゃないですか、やっぱこう手が出ないっていうか、ね、分かってても買えないようなやつを。あの、そうですね、なかなかあの持ってないですもんね、皆さん。ええー、まあ、あれ、7万5000ぐらいしたんですよ。あ、そんな高いんですか。じゃ あれ、ね、単なる邪魔ですからね、もう買ったときはいいけど。まあ、そうですね、毎日やらないともったいないですね。はい、まあ訓練してますけどもね。はい、ありがとうございます。すいません、はい、私のこと話しちゃいまして。あ、いえいえ。そういうことで、格闘技ですとか漫画とかね、ソロキャンプっていうのが、お好きな J さんなんですけども、はい、今、サラリーマンをされているってことですよね。あ、はい、そうです。何年くらいお勤めなんです？24歳、もう20年ぐらいですかね。ああ、じゃあもう本当その道の人っていう感じですけども、はい。40代の半ばになってくると、そろそろこれからのことをね、真面目に考えたり、今までのことを振り返ったりする時期だと思います。これは同じ年代の方、皆さんね、人生のど真ん中ですからね、はい、考えると思うんですけども、はい、ぶっちゃけ、今の収入に満足してますか？いやー、もう本当にしていないんですよね。うん、まあ、毎月の固定給っていうのは入るんです。まあ、生活はできていくんですけども、はい、やはりそれ以上でもそれ以下でもなくて、うん、やはりその、まあ、決して満足していないような状況が続いてますね。ああ、なるほどね。はい。まあ求めればキリがないのが、まあお給料というものですけども、まあそれにしてもね、昨今のお給料事情はどこも上がることは考えられずに下がることばかり怯えているという状態ですけども。はい。厳しいです。ねえ。で、その収入を上げるとしたら、まあ給料ですよね。今の会社ではどんなことが考えられます？はい、そうですね、今の会社ですと、やはり仕事をですね、うん、まあ、さらに頑張ったりとか、はい、まあ、いろいろな、まあ、新たな企画、部署を立ち上げとかをしないとで、してですね、トップにまあ乗り詰めるっていうのが一つですね。ああ。ってことは、出世をするなり、はい、実績をバンバン上げたり、はい、あと社内資格を取ったりっていう道もあるんですかね。はい、そうですね、うちは資格を取っても手当がつかないので、うん、まあその業務に生かして新しいものを生み出して、まあどん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 、まあアピールしていくっていう形にはなりますけども。なるほどね、うん、まあ、はい、いずれにしても今もうね、ぶっちゃけ12時間ぐらいはされてると思うんですよ、お仕事。はい。ね、なんか通勤とか、それから準備とか片付けとかいろいろ考えると、はい、結構な割合でお仕事に時間投入されてる中で、プラスアルファ将来を見据えた勉強とかトレーニングとかってやっぱなかなか難しいですよね。そうですね、やはり帰ってきますともう本当に疲れてる状態なので、まあ、ネットを見たりもしますけども、うん、なかなかそこからっていうのが今までは本当に全くできてない状況でしたね。うん、はい。はい。でですね、そんな中、まあ、今回、ネットの、まあ、最初は副業ですけどもね、副業にトライするわけなんですけども、はい。さあ、その副業のね、目標収入、1年後どのぐらいを目指してらっしゃいます？今、はい、500万をですね、目指したいと考えて動き出してはいる途中です。うん、はい。500万ね。これね。大きいんですけど。ええー。通常、副業で1年で500万って言ったら、まあ、笑われるレベルではあるんですよ。ね。そうですよね。はい。例えば、今の会社で昇進したり、仕事をね、なんか新しい企画ぶち上げて、なんとか部長とかね、新しい部を作って、部門作って、そこの部長になるとするじゃないですか。はい。でもさすがにプラス500万くれないですよね。いや、もう絶対くれないですね。うん。会社の中にいると10万上げるのだって、いや、もしかしたら1年で1万上がるなんて奇跡だと思うんですよ。はい。
まあ、一部ね、営業職とか実績給が全面に出てるようなフルコミッションみたいなのとは違うと思いますけども、まあ、通常の業務では、はい、うん、なんか何千円上がるとかね、うん、そんなとこだと思うんですよね、はい、そうですね。ということは社内ではなくてやっぱり社外の方に副収入を求めていくっていうふうな選択にはなると思うんで、ネットの副業ということになったと思うんですけども、はい、じゃあ今回ね、そのネットの副業も始めてらっしゃると思いますし、私も確認してるんですけども、はい、そのためにどんなことをしようと考えてらっしゃいます？はい、やはり久保さんともいろいろ相談もさせていただいたんですけども、はい、さまざまな情報発信をですね、仕事を考えてます、はいはい、で情報発信をしてそういったまあ信頼関係をね作っていく中で、うん、やはりその相手方のこうためになるような、まあ、利益になるようなものをですね、うん、届けていきたいなと考えてます。あ、そうですね、はい、やっぱりそのビジネスっていうのは誰かの困ったを解決することによってお礼がもらえるっていうのは変わらないと思うんですよ。はい、それは今お勤めのお仕事でも、まあ、どんな業種か細かくは分かりませんけども、どんなものでも誰かが困っているところを困らない状態にしてあげるからこそ報酬になると思うんですよね。はい、でやっぱり情報の時代っていうのはどういうことかっていうと、やっぱりね、知恵を授けて問題解決することができる時代になってきたんだと思うんですよね。うん、昔からあるのは弁護士さんとかって喋ってるだけで依頼者の問題解決したりしますよね。ああ、はい。あと実はね、お医者さんもそうじゃないかなと思うんですよ。まあ専門的な機械とか、処方箋とかありますけど、あれも結局は知識と情報の組み合わせで答えを導き出してると思うんですよね。はい。だから昔から情報を扱う人っていうのは報酬が高かったと思うんですよ。ああ、そうですね。で、今度、YouTube なり、ブログなりツイッターなりで情報発信するときに、やっぱり私たちも感じるんですけども、なんか、はい、あ、こういうこと知らなかった、新しい発見だなと思って、ちょっと得することってありますよね、情報によって得することって。はい、でお金を出すほどじゃないけど得したっていう経験は誰でもあると思うんですよ。うん、でそこにですね、お金を払ってでも解決する手段を知りたいっていう、そういった人の困りごとに J さんがね答えてあげれると、これは当然ですけども、はい、収入上がるってことになります。まあそういうふうな図式を考えてらっしゃると思いますけども、はい、今回ね、その顔は出してないけども YouTube で情報発信していこうかなっていうところで、サラリーマン YouTuber J という名前になってるわけじゃないですか。ああ、そうですね、はい、はい、で YouTube もねたくさん出してらっしゃって、まずはまず筋トレみたいにね、組手みたいに YouTube を作ることを習慣化しないと、まあスタートは切れないですよね。はい、でしばらくやってきて、どんな感触でした？いっぱい YouTube を出してみて、なんかザクッとした感想でいいんですけど、まず、そうですね、やはりまず一つ感じたのが、自分の声がですね、こういった動画にたくさん残って、改めて自分で聞くとすごく違和感を感じるのがまず一つですね。すごく違和感を感じました。はい。っていうのと、あとは相談もさせていただきましたが、やはりこう話し方とか、はい、抑揚とか間の開け方とかっていうのが、なかなかこう棒読みでですね、なかなかこううまくいかないなっていうことで、何回も問い直したっていうのがありまして、はい、まあ、そういうところが本当にザクッとした感触ですね。はい。ありがとうございます。まあいろいろとやってみて気づくことっていうのはたくさんあると思いますけども、はい、まあ1年後の今頃に500万を目指すということになると、じゃあ12分の1が過ぎたね、1月が終わった時点で今もう2月入ってますけども、はい、じゃあ売上とかね収入っていうのはだいたい全部で、活動の全部でどのぐらいを今出されてます？今で2月10日時点です。今500円ですね。皆さん500円でございますよ。これね、はい、500円って聞いて、1年後に1万倍になるって誰も信じれないと思うんですよ。もしかしたらあるかもなっていうふうに思うかもしれませんけど、ね、多分辻元さん、J さん自身は、今500円で、1年後に500万って言ったら、はい、そんなバカなっていう半信半疑な気持ちもあるし、
まあでも続けてるってことは、はい、そこに希望も見出してると思うんですよね。はい。はい。まあ、甘いことばかり言うつもりはないんですけども、私40でネットビジネス始めて、最初の1年で2500万なんですよ。あ、はい。で、当然ですけども、情報発信なんで、経費はほとんどかかってないんですよね。まあ、たまげますよね、そうなってくると。やってるときは一生懸命だったんですけども、決算してみると、はい、あれなんか、営業外収入こんなにあるんだみたいな感じで、当時私は麻雀店やってたんですけども、そっちはね、1年間で3000万ぐらい赤字だったんですけど。ああ。なんかね、10人がかりでやってる店は2500万の赤字、あ、3000万ぐらいの赤字で、一人でやってる情報発信は2500万の利益を生んでるんで、はい、何やってんだろうなって思っちゃいましたね。はあ、すごいな。はい。やってみる、やってるときは、本当なんか、はい。なんていうんですかね、面白くって、あんまり考えなかったんです、そういうこと。で、オーダーが来たらこなすっていう日々だったんで、本当追われるようにやってたような感じはありました、最初の1年は。はい。でも、こう振り返って数字を整理して、税理士さんのところに届けてみると、まあそういう数字が出てね、まあなんか、妙な改善をしたんで、まあ、聞き取りが来ましたよね。あの、税理士さんの方から。ああ、そうですよね。どういったことをしたのかなっていうことで、はい、経費がほとんど変わってないのに、売り上げだけできるというね、はい。そうですよね。で、まあね、それから2年、3年と積み重ねていったら、うちの会社はそういう事業なんだってことで、まあ、あまり聞き取られることはなくなったんですけども、ただ他のクライアントさんがうちの会社にね、税理士さんを通じてやってきて、で、まあ、YouTube の作り方とか、まあ、私もね、まあ、お伝えしていくわけなんですよ。もちろん、コンサルになってくるんで、そういったところからね、契約金いただきながらなんですけども。はい。で、私が、だから、そういった時にコンサルの先の方にね、お伝えしてることっていうのは、自分がやってることだけなんで、いつも同じこと喋ってるんですよ。どんな会社がこうだと思う。はい。だからね、なんていうのかな。新しいスキルを身につけないといけない部分はありますけども、基本的には自分がやってきたことをそのまま、要するに情報ですよね。経験と知識を伝えるだけなんで、まあ楽って言えば楽なんですよね。ああ、はい。ただまあこれはすごくね、うまくいった例っていうか、ついてた例であって、はい。まあ私も曲がりなりにもこの、まあ経営者であり、会社の代表だったのと、代表つながりがあったんで、そういうところから最初のコンサル先には困らなかったんですよね。ああ。ただ、サラリーマンという立場だと、社外に対してみだりにね、契約を持ちかけたりとかって多分難しい部分があると思うんですよ。そうですね。まあ、ですので、きっと、いわゆる顧客っていうのも、これから開拓していくことにはなると思うんですよね。はい。まあ、そのためには、やっぱりこう、情報発信の、量を最初は重ねていかないといけないかなっていうところで今日のズームライブに来たわけですけども、はい、まあ今日ねこうやって参加してくださった皆さんがすぐに、J さんのねお客さんになる取引先になるっていうことではないと思うんですけども、ただ一番最初に J さんがね、はい、ご自身一人で発信するよりかはこうやって対談をして発信した方が目に触れる機会っていうのは増えていくっていうのがちょっと体験できると思うんです。はい。で、これは今日ね、そうですね、視聴に参加してくださった皆さんも一緒で、だから私はこれからね、ズームをこういうふうにたくさん使って、で、いろんな方にね、まあ、ちょっとおこがましいんですけども、チャンスをもっともっと開いていきたいなと思うんですよね。はい。で、これ、ちょうど当然ですけど、明日とか明後日には YouTube 上がりますんで、そうすると、まあ、どのくらいかわかんないけど、まあ、100人は見ると思うんですよ。チャンネル登録してくださった方が。はい。はい、ですんでね、きっといいきっかけになると思いますんで、これ第2弾、第3弾もやるつもりで、はい。今からまた気持ち新しくやっていただければと思います。ありがとうございます。ね、そう考えると今日の500円が1年後の500万になるのも夢物語ではないっていうふうに私は思いますよ。はい。はい。でもやるのは J さんですからね。私がやるわけじゃないですからね。はい。はい。また叱咤激励をよろしくお願いします。はい。そうですね。叱咤激励いきますんで、悪意はないですけども、厳しいことも言いますけどもね、成功してもらいたいんで。ありがとうございます。はい。はい、で、今回ですね、YouTube をビジネスに選ばれているわけですけども、まあ、それは、どんな理由で、はい、なんでなんでしょうか。辻も、J さんなりになんかこうね、思うことがあったらお話しください。
そうですね、特に YouTube は2015年ほどのにですね、うん、あの情報商材で YouTube の稼ぎ方っていうのを5万ほどで購入したことがありまして。ありましたね。で、はい、あのかなりまあグレーな稼ぎ方みたいな形で、はい、スレスレのもんでもうやめたみたいな形で結局やらなかったんですね。はい。で、そこからいろいろとあの副業を考える中で、あの、ま、あと、ま、久保さんとね、お話しさせていただいて、あの、中で、まあ、そういった YouTube の、ま、可能性とですね、ビジネス性を感じて、まあ、再度ね、取り組みをしてみようと選んだことが一つですし、うん、あとはそういったの自分のこうメディアを持つっていうのが、まあ、今後の情報発信の、ま、協力やツールになるかなと思って、今回 YouTube を選択しました、うん。とってもいいと思います。はい。よくね、私の情報発信を理解してくださってると思いますんで、間違いないと思いますよ。はい。で、ここでね、ちょっと気になるコメントが今入ったんで読まさせていただきます。これはね、はい、今視聴されてる方で、コウジさんなんですけども、私もチャンネル登録者さんに無理て小さな相談室を開設して、相談者に寄り添って話し相手になっていました。今はスポンサーになってくださって、定期的に数万円いただいていますということで、コウジさんね、すごい。YouTube が収入源になっているということでございます。チャンネル登録が確か100人まだ行ってないぐらいだったと思いますけども、すごい急成長しました。あ、そうです。すごいですね。はい。あとだからね、やっぱりたまに見に行った方がいいですよ、この浩二さんの。全部見るのも大変だと思います。よろしくお願いします。はい。はい。直接関わり持っていただいたりとか、あれでしたらね、はい、この私のチャンネルの中で、Zoom の中で、まあ、見談というか3人でやる、今日の対談にこう入っていただくみたいな感じでね、やってもいいと思いますし。はい。うん、やっぱこう、まあ、速稼塾の中で、協力して力をね、もっともっと拡散していくことできると思うんですよ。ですから、はい。パートナーができそうだったら、私そういうの大関係なんで、どんどんね、手をつないで協力してやっていただければなと思います。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。はい。だからもう、個人的に J さんの、コウジさんに、ありがとうございますみたいな感じでメッセージ送るといいと思いますよ。いや、本当にありがとうございます。はい、まあね、はい、速稼塾の特徴はね、ワントゥーワンメッセージって言って、一人に対して動画を作るみたいなのがありますから、はい。そういうのもまあ使っていってみてください。あ、そうですね。ありがとうございます。コメントもありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい、あ、コウジさんからもメッセージ入ってますね。仲良くしてくださいということでございます。こちらこそよろしくお願いします。嬉しいな。はい。それでですね、YouTube をビジネスに選んだということなんで、私からもちょっとね、申し上げたいんですけども、実はね、はい、サラリーマンとしてお勤めの、今、J さんの会社、ご自身の、その会社自身のメディアがもしね、ないようでしたら、それを会社に持ちかけてもいいと思いますよ。はい、あ、そうですね、ないんですね、今は。はい。うん、多分、広告ってものを使って売り上げを上げてると思うんですよ。はい。ね、広告かもしくは社長の人脈で仕事を取ってる会社だと思うんですよね。はい、はい。で、そこにですね、J さんが YouTube をこれから鍛えていってですね、はい、J さんの YouTube に影響力が出始めたときに、僕の YouTube で会社の宣伝しましょうかっていうふうになったら、どうでしょうかってことなんですよ。そうですよね。うん、ちょっと私のことで恐縮なんですけども、はい。チャンネルがね、1万人ぐらいいると、企業案件が来るんですよ。要するに、私が多分、どっかの入社面接受けたとしたら、ほとんど採用されると思うんですよ。YouTube チャンネルがあるってだけで。ああ、そうですよね。うん、物売れますからね、私のチャンネルで。例えば、どっかの、はい、うん、なんか、機械を売ったりとか、食品を売ったりとか、家電を売ったりとか、うん、すれば、まあ、売れますから。はい。ああ、そうですよね。うん、うん。だから多分、そういう就職の仕方もこれからはあると思いますし、インスタグラムで影響力のある、はい、例えばね、高校生とかが、多分、スッと入社すると思いますよ。ああ。で、広告費は圧倒的に安く済むし、ね、うん、給料上げるだけですからね。例えば、100万円給料上げて、そういう社員に、SNS で影響力がある社員に。はい。広告料はもう他社に払わないみたいなことになったら、むちゃくちゃパフォーマンス上がる会社になりますからね。ああ、そうですよね。まあそういうのもちょっとね、頭の隅に置いて、あ、自分のこの、今こっそりやってる YouTube が、もしかしたら会社を救うことになるかもしれないと。
確かに久保さん、今自分が YouTube を始めてから、はい、まあ、その会社の方に、まあ、YouTube もなければそういった SNS のメディアもないので、はい、それで YouTube から Twitter、Facebook をアカウントを作ってやろうっていう、ちょっと今企画自体は頭の中では持っててやり方がわからないんで、これからなんですけども、はい、まあ、そういったこともできるなっていうのはだんだん薄々と感じてます。そうできますよ。はい、だから急がないと、僕みたいなのが J さんの会社にコンサル持ちかけて私が取引先になります。そうですよね。私だけじゃないですからね、 YouTube チャンネル登録持ってるのは。ああ、そうですよね。1万2万10万持ってる人が持ちかけたら、どこの会社も契約しちゃいますからね。結構YouTube の配信をセミナーとしようと思いますと、業者さんもすごいお金取りますので、うん、まあ、そういったことができると本当に自社内でできるのでいいかと思いますね。はい、はい、そう、会社の中にね YouTube 部門っていうのができて、 J さんはそこの部長ですよ。はい、もしくは独立して取引先として今勤めてる会社をコンサル先に置くみたいなこともできるじゃないですか。はい、まあ、そういうふうに考えると、今は作業的に YouTube やってるみたいですけども、むちゃくちゃ可能性のあるビジネスを今手に入れてると思えますよね。はい、そうですね、可能性は本当に広がると思います。まあ、ですんでね、まあ、10年かけてやっても価値はあると思いますけども、10年だと他の市場ができちゃうんで、はい、まあ、1年2年でできないかなと。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。だから単なる副業じゃなくて本業にもなるし、一つの企業にもなるわけですよ、これ。そうですね、本当にそう思います。で、取引先はもうはっきり言って無限にありますからね。近くの飲食店なんて YouTube チャンネル持ってないと思いますから、10社ぐらい契約取れますよ。はい、ああ、確かに。今は無理ですよね、今はね。ええー、もうちょっといろいろと分かってからじゃないですね、やりながらってことですね。はい、そうですね。はい、うん、だからね、これからビジネス組み立っていくときにまた改めてお話しますけども、はい、チャンネルが作れるようになって情報発信するのが、まあ、コンスタントになってきたら、モニターという形で、ただでやりますよって感じで持ちかけることもできるんですよ。ああ、モニターでですか。モニターで YouTube の発信をこうアカウント作ってやってあげるみたいなことをね、小さな会社とか個人商店に持ちかけていって、そしたら、ね、そういうところ忙しいから多分依頼してくると思うんですよ、ただならやってみたいな感じで。あ、で、月間で1本か2本ぐらいの YouTube を発信してあげたら、それはもう喜びますから。ああ、なるほど。その代わり1年後からは課金しますよとか言って、毎月35万ですでやるんですよ。ああ、で、1年で信頼関係できて、いい動画をたくさん撮ってくれて、はい、ありがとうっていう関係になったら、それは契約はしてくれますよね。ああ、そうですね。ただその時に、じゃあ毎月の動画発信のペースとかね、はい、取材費とか、でどのぐらいの動画の長さなのかとか、細かい企画によってコンサルフィーを変えていけばいいと思うんですよ。ああ、単なるイメージビデオを毎月更新するぐらいだったら、例えば月に2万ください、3万くださいみたいなことでね。うんうんうん。それでも10社は取れますから。ああ。そしたらもうお給料ぐらいになると思うんですよ。そうですね。本当にそうですね。で、あとは、集客の影響力が増していけばね、それに応じてコンサルフィーを上げていけば、1社3万から5万とかね。はい、確かにいきなり10万20万っていうと、それなりの利益をその会社にプロフィットをもたらしてないと払ってくれないと思いますけども、はい、で YouTube によって集客ができて売上上がった、利益上がったっていう風なエビデンスをずっとね示していければ、もう手放してくれなくなりますよ。そうですよね、確かにそうですね。ちょっとね、やる気が出てきたでしょ。はい、もう本当にいろんな可能性が見えますね。YouTube 一つでこれだけ可能性が見れるので、はい、面白いなと思いますね。はい。そうだから、まごまごしてると私が三重に行きますからね。私が契約。実際ね、久保さんいらっしゃっていただきましたんで。楽しかったですね。うん、はい、本当に楽しかったです。
はい。いろいろとこうやってモチベーションを持っていただいて、夢を広げた後で、やることは地味ですからね。はい、そうですね。日々本当に作業が地味な作業ですけども。でしょ。それであとは、こんなことやって本当に成功するのかなっていう不安は必ず襲ってきます。はい。やってもとても、ね、今結果出ねえじゃないかっていうのね、そんな焦りも出てきます。はい、もう本当に今もまあ、そういう気持ちはまあ当然あるんですけども、うん、まあ、今動画を上げてる中で全くこう予期しない動画が再生数が上がったりすると、ああ思ってたのと違うんだなっていうのがちょっとギャップが結構いろいろ最近感じるようになりましたね。その通りなんですよ。あの弁当の動画が結構何十回と再生されたりとかですね。はいはい、ちょっとびっくりしますけど、うん、見ましたよそれも。はい、ある一定の法則はあるんですけども、はい、チャンネルを作った方が、まあ、どんなことをやったら当たるのかっていうのはある程度その人がね、数やってみないとわからないんですよ。はい、まあ、例えば私がねこうやって顔出しで喋ってますけども、もしかしたら音声だけの方が受けるのかもしれないですね。うん、で、私は喋る内容は、まあ同じなんだけども、出てる人が、私じゃなくてね、若い女の子が喋ったらどうかなとかね。はい。ひょっとしたら若い女の子が喋ったら、なんか、聞いてること、嘘っぽいなってなるかもしれないですよ。結構ね、ビジネスチックなことってね、中年のおじさんが喋ってる方が説得力あるんですよね。ああ。なるほど。そういう組み合わせとかバランスもあるんで、じゃあ J さんが、はい、まあ顔出しせずにやると、はい、どんな人に受けるかっていうのは、これはね、分かんないんですよね。そうですね。分からないですね。今ずっとね、はい、動画アップロードされてますけども、その中で、自分がやるんだったらこれが受けるなっていうのを探していくっていう作業になってきます、最初は。はい。で、どんなタイトルで、どんなサムネイルで、どんな内容なのかなと、この3つですね。で、それをアナリティクス見ながら、少しでも当たるもののシリーズを作っていくわけなんですよ。だから、弁当が当たったなと思ったら、パート2とかやるとか、ね。はい。そうですね。で、私の例なんですけども、私はね、数年前にね、はい、2年ぐらい前だと思いますけども、パンを食べてる動画を上げたんですよ。はい。菓子パン食べてる動画をね。はい。そしたら、そっから商品が売れたんで30万になったんですよ。あ、はい。全然セールスでも何でもないじゃないですか、パン食べてるところなんて。そうですね。それはね、後で聞いたんですけど、パンを食べてる動画で何だろうと思って見て、うん、他の動画は何だろうと思ったら、うん、結構真面目なこと喋ってるから、買ってみたっていうふうに言われてましたけどね。だからその動画1本で決めたんじゃなくて、その動画をきっかけにして他のを見てみたら、うん、あ、パン食べてるのはこれだけだみたいな感じだったんですよ。あ、何がきっかけになるかわからないってことですよね。はい、動画はだから作った動画をよく見てくださることが多いんでね。はい、まあ、その時に私がパンを食べてる動画だけしか出してなかったら、多分そうはなってなかったと思いますから。ああ。そうですね。久保さん、ラーメンとかも食べられてましたよね、確か。そうなんですよ。だからね、ラーメン食べたら誰か来るかなと思ったら、これは別に来なかったというね。ああ、そうなんですね。ちなみに菓子パンあれからも食べてるんですけども、あれ以来、なんか売れたことはないですね、はい、何か。だから当たったことをやったけども、まあ、次は当たらなかったってこともあるんですけども、まあ、けども少しでも、当たりのいいものとか可能性のあるものを自分の動画の履歴から見ていくって、はい、誰かの成功例なぞってもうまくいくことってあんまりなくてですね、本当に参考程度にしかなりませんから、はい、自分の行動の中から正解を見つけていくしかないんですよね。はい。はい。それではですね、いろいろと話してしまいましたけども、ちょっと次にお伺いしたいことです。速稼塾との出会いとか、はい、きっかけは、いつ頃どんな形でだったか覚えてます？そうですね。もともとは2017年か18年の、はい、僕は仮想通貨がブームやった時が
あったと思うんですけども、そこであの、まあ、とある有名な方の投資案件セミナーに参加してまして、はい、その方のフェイスブックを見ていたときに、はい、久保さんか誰かが、久保さんがね、確かコメントか何かされておられて、はい、で、気になってまあ拝見しますと、いろいろと久保さん取り組まれておられて、はい、で、その中で、まあ、コメントをね、久保さんの方に出したらですね、はい、まあ、その、かなりのスピード、すごい速さの返信があったんですね。はい、で、すごい返信、この速さは何かなと思ってやったのが最初なんですけども、はい、そして、まあ、この40代のその若さで、この隠居されておられて、はい、その、まあ、塾も運営されておられて、はい、で、かつその押し売りとかも全然ないですし、その塾費用も最初3万だけでね、残りは払える価値があれば払ってくださいといった、はい、まあ、初めてのスタンスの方だったので、はい。はい、すぐにまあ、誠実な方だなと思って入塾したっていうのが最初のきっかけですね。ああ、恐縮です。ありがとうございます。そうでしたね、確かね。はい、私も覚えてます。うん、はい。はい。で、そこから、その久保さんがね、全国の塾生に会いに行くという企画で、名古屋でもお会いさせていただきましたし。はい。そうでしたね。はい。三重でもお会いさせていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの頃は良かった。今はあんまり移動ができないんで。そうですね。コロナでありますんで。はい。でも一応ね、2018年と19年で、47都道府県は何とか回れたんです。はい。存じてます。結構ね、なんか大半は奥さんも一緒に行けたんで、まだ子供ができてなかったんで。あ、はい。それもなんかいい思い出だなと。そうですね。名古屋でね、奥様にお会いさせていただいて。ありがとうございます。はい、教師、ありがとうございます。で、やっぱね、その、まあ、40代となると、これからちょっと体力もこれから増していくというよりも衰えていく方だし、はい、あと自分の、まあ、20年後とか、私なんてのも10年後考えたらもう60近いんで、本当なんか老後のこと考えないといけないなって思うんですよ。はい、あっという間だな、人生。あとは、両親ですよね。はい。両親もきちんと、こう、面倒を見るっていうかね。なんか仲良くしないといけないかなっていうところもあったりとか、いろいろ思うことですね、はい。はい。そう、いろいろと、はい、考えることが多いですね、周りも。はい。はい。で、ちなみにですね、こういった、私、全国回れないようになって、ズームのライブを対応するようになったんですけども、はい。J さんが今までにご覧になったズームライブ、もしくは、印象に残っている YouTuber さんね、できれば、その、そっか塾内で、お願いしたいんですけども、はい、ちょっとまあ思いつかなかったら、YouTube 全体でもいいんですけどね。なんか、どなたかおられます？そういう方。もしくは、そういった方のどんなところが印象に残りました？あ、そうです。もう本当に直近のズームライブで、やっぱり同じような形、同じじゃないんですけど、ネット副業で月収の25万の松本さんですね。あ、松本さん。前回出てくださった方ですね。はい。あ、そうですね。本当に、マンツーマンで、まあ、しっかりとこの、こう、顧客と、まあ、こう、なんでしょうね。しっかりとやられてる感じがすごく伝わってきまして、はい。そこが、非常に印象に残ってますね。本当に誠実に対応されてるんだな、というところですよね、うん。参考にさせていただきたいな、というところです。はい。はい、前回ね、出てくださった松本さんも、YouTube を使って、集客をして、はい、YouTube を使ってセールスをして、YouTube という商品を販売してるんですよね。ああ、はい。だから全部 YouTube なんですよ。うんうん。うん、もちろん、説明をするときに、多少のホームページに文章を載せたりはしていたんですけども、基本的には、商売、売り上げ上げるときには、商品があって、集客をして、それから販売するっていう、この3点が必要なんですけども、YouTube っていうのはこの3点全部をやってくれるんですよね。はい、特に商品作りっていうのが、YouTube でできるっていうのは、まあ動画でね、教育資料作ったりとか、プレゼンをしたりとかっていうのができるんで、はい、すごく伝わりやすくて分かりやすいですよね。例えばね、J さんが YouTube をこれからいっぱい作ると思いますけども、はい。まあ J さんの会社にも新入社員って来るわけじゃないですか。はい、来ます。ね、新入社員が一番最初にやるべきことっていうのを YouTube で渡しておいたら、教育係ってだいぶ楽になると思うんですよ。
そうですね、はい。例えばその YouTube の中に、先輩社員の名前とかプロフィールを、その先輩社員自身が喋ってるものがあったら、段階で会社に行っても疎外感ないと思うんですよ。ああ、そうですね。まあ、あとはね、飲食店でものすごく売れたのが、トイレの掃除の仕方とか、テーブルとか食器の洗い方、しまい方っていう動画を撮って、それをアルバイト面接に通った、そういったアルバイトの子、うん、高校生とかにね、大学生とかに、あらかじめ YouTube で渡しといて、はい、で、初めて出社した時には作業がスムーズみたいなね。はい。もう教育が完了した状態で、初出勤迎えるんで、すぐに人に入れたり、無駄な動きがなかったりとかして、こういった商品ってよく売れたんですよ。ああ。で、その他にね、今度は、はい、新入社員に対して、入社前ですよ、うん。入社前に覚えておくこととか、はい、入社前研修を YouTube で1週間に1回放送しておくとかね。それを見てないと、入社してから困るんで、みんな一生懸命やりますよね。はい。そうすると、OJT って楽になるんですよ。OJT ってのは、うんうん、働きながらいろんなことを教えないといけないんですけども、そこにすでにもうね、はい、教育係が OJT する人が必要なくなるというね。ああ、そうですね。本当にそうですね。もっともっと前に遡ると、新入社員を募集する段階で、YouTube を見て学習してきて、それから入社面接に来てくれる人だけを選考するっていう方法もあるんですよ。はい、はい。そうすると入社面接とか入社試験にどんな問題が出るか何を聞くかとかっていうのをあらかじめ YouTube でもうね、答えを出しておくんですよね。はい。で、きちんとそれを予習してきた方はスムーズに入社面接の時までに自分のことを整えて来てくれるんですよ。ああ、はい。まあ、やる気がない人とかはね、YouTube 見て生半可にやってくるんで、まあ、落ちたりもするし来なかったりしますよね。うん、そうですね。うんうん。だから、会社員さんで使える教材ってめちゃくちゃ作りやすいんですよ。はい、そうですね。本当。うん。だから、アフィリエイト一生懸命やったりとか、なんか難しいプログラミングを覚えたら SEO とかっていうのをすぐ考えちゃうんですけども、はい、はっきり言って、会社の中でやる基本動作をいちいち YouTube に撮っておけば、もうすでに人が教えずに、うん、これ見といてって言って URL を送っているだけでね。はい。まあ、平均的な教育、安定的な教育がずっと供給されていくってことになるんで、多分そういうふうに変わっていくんじゃないかなと思うんですよ。はい、社内の教育も。そうですね、うん。そうですね。なかなか周りではそういうことやってるとか全く聞かないので、かなりいいかなと思いますね。まあ、実際これ、私、広島市内で結構売ってきたんですよね、こういうの。法人向けの。ああ。これのいいところは、なるほど、新入社員に対して使ったものって次の新入社員も同じのが使えるんですよ、はい、うん、そうですね、残ってきますもん ね、 ね、多少の修正はいると思いますけども、それはもうね、社内で修正とかすぐできますから、はい、もう私が入んなくても、うんうん、だからこれが行き渡っちゃったら、はい、私みたいなコンサルいらなくなるんだよね。社内でやっちゃいますからね。ああ、うん、これ、ね、そうですね、うん、だからちょっとね、頑張って急がないと、本当に会社内で全部消化されちゃうと、はい、コンサル先がなくなることにもなりますんで、はい、まあ、その分でもね、ちょっとさっきはいい話ばっかりしましたけども、尻に火をつけて急がないといけない部分もありますからね。はい、そうですね、はい、それはそうですね。はい、ということで、いろいろとまた。話は尽きないわけですけども、これから YouTube をね、はい、どんな風に使う、あ、そうだそうだ、今 YouTube っていっぱい作られてると思いますけども、主にどんなテーマを使おうかなと思ってるのとかあります？はい、テーマですか？はい。YouTube のテーマは、そうですね、ビジネス系で役立つものの発信とかは考えてますし、うんうん、先ほど言われたように、さまざまなジャンルですよね。うん、何が当たるかわからないので、いろんなジャンルを出していこうかなとまあ考えてます。はい。はい。ね。うん。ちなみにね、飲み会ってあります？会社の中に。ありました？あります、はい。うん。飲み会ってなんか、その、
上司の武勇伝とか、先輩の武勇伝が出てきて、めんどくせえなみたいな雰囲気になる人もいるらしいんですけども、はい、そんなことってありました？あ、もうありますね。はい、そういうのは。多分ね、岡地くんの中の私の作ってる動画の中で、武勇伝を語りたい上司に、すごいっすね、もっと聞かせてくださいよって言ったら、出世が早くなるんですよ。ああ、そうですね。はいはい、上司に気に入られることですごく大事なんですけども、はい、なんかね、過去を立ててくれる人って、うん、やっぱり好かれますよね。うん、そうですよね。はい。だからね、そういうふうなサラリーマンの処世術みたいなのも結構あると思う。はい。そうです、ありますね。そういうのっていろいろ思いつきますね。でもいいんじゃないですか。そういうのも発信できるってことですよね。そうそう、そういうのも発信できると思いますよ。はい。まあなんかね、いろいろ思いついちゃいますけどね。はい、ではですね、はい、はい、今日、案外来てくださいましたね。何人来て、5人来てくださってます。ライブの方に。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ね、ここからはね、Jさんにちょっと自由にお話しいただきたいんですけども、まあ、はい。参加してくださってる方に、まあメッセージなどを絡めながらね、ちょっと、はい。PR でもないですけども、はい、皆さん仲良くしてくださいみたいな、もう自由にちょっとね、お話しいただいてよろしいですか？あ、わかりました。はい。ゆっくりですからね、はい、どうぞお願いします。はい。はい。皆さんこんばんは。サリマ YouTuber J です。としてやってます。私は、本当に昔から漠然とですね、何かしてお金を稼がないといけないなとは、常々考えていまして、で、やはり年のね、初めの元旦にはですね、今年こそは稼ぐぜとか思いながら、1年経ち、2年経ち、結局ですね、何をすれば稼げるのかというか、全く分からずに、日々現状に流されて、悶々としながらですね、なんとなくサラリーマン生活をずっと続けていたんですね。で、稼ぐことに対しては、やはりその、面倒なことをせずに、楽して稼げる方法っていうのを、本気で、と考えてまして、信じて疑わなかったんですよね、今まで。で、あらゆる情報商材を買っては、騙され続けてきました。で、最初はそのヤフオクとかで販売している情報商材の、あいた歌い文句にね、ワンクリックでいけるとか、に心躍らされて、これを買ったらね、金持ちがなれると本気で思っていたので、買いに買い漁っていてですね、本当に騙されてました。本当に情報リテラシーが低かったんだと思うんですけどね。でそういったことがあって、で、仮想通貨、今かなりバブルですけども、仮想通貨でも、そのビットコインがね、毎日自動で増えるっていう案件に手を出してしまって、まあ、かなり多くのお金をね、失ってしまいました。確かに、その中でも実際に真剣にやれば、稼げた情報もあったかもしれませんが、やはりその買った時点で満足で、結局、継続して自分自身が何もやらなかったんですね。ですので、まあ、そういった方々っていうのも結構 おられる、まあ、僕の周りにもいるんですけど、結構いると思うんです。ですので、今年こそはですね、私もこうもがいてですね、頑張っていきたいと考えてまして、まあ、同じような思いの方とか、副業をやっていきたいという方はですね、ぜひ一緒に取り組んでね、いければなと考えてます。で、本当に非常に険しい道で、困難な道だと久保さんにも重々言われてますし、知った激励いただくんですけども、いろいろこういった速稼塾の中、非常に素晴らしい方々がいる中で、いろいろお話ししながらですね、辛い時も楽しくですね、乗り越えていきたいと考えてますので、ぜひ一緒に頑張っていければ、応援させていただいて、そして私も応援いただいて、そういった関係でですね、やっていければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。お、いいですか？ありがとうございます。ありがとうございます。なんか素晴らしいじゃないですか。いえいえ、本当にありがとうございます。いや、喋れてますよ、もう全然。他の動画も。いや、もう本当にお恥ずかしい限りです。うん、まあ、あとはね、おすすめするものとしては、はい。ちょっと1分とか3分で、
はい、あ、そうだよね、確かにね、みたいなのを発信できるといいですよね。そうだよね、ということですね。うん、そうだよね。例えばね、こういうことなんですよ。はい。はい、そうですね。まあ、今思い出すとすれば、あの、近江商人の三方よしってご存知です？近江、はい。うん、私はだからね、これはね、五方よしっていうふうに伸ばしていってるんですよ。あ、はい。というのが、近江商人の三方よしっていうのは確かに、江戸時代、古来のその時代にはね、合ってたのかもしれませんけども、はい。平成に入って三方よしをやる人ばかりだったんで、将来世代にツケが残っちゃったと私は思ってるんですよ。ああ。だから、四方よしって言って、はい、私よし、はい、あなたよし、社会よし、未来よしにしていかなきゃいけないかなと思ったんですよね。うん、はい。じゃあ、プラス五方よしって何かなって言ったら、今までこの平和な国を作ってくれて、高度経済成長を成功させて、はい、戦争を終わらせてくれた、ご老人の方にもよしって言えるような社会を送っていかないといけないかなと思うんで、五方よしなんですよ。ああ、はい。だから、この5つが同時にこなせてからこそ、五方よしでビジネスよしになるっていうふうに、ちょっとだけね、高い基準を設けてるんで、三方よしって言葉はもう古いんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよね。ああ。これが1分です。はい。で、多少これ、うなずけるところがあるんじゃないかなと思うんですよ、ここまで言うと。はい。で、これは三方よしって概念を知ってる人にしか通用しないんですよ。うんうんうん。三方よしが分かんない人に五方よしって言っても、なんだそれはなっちゃうんで。そうですね。うん。まあでもね、こう、ビジネスに興味があって、ビジネス系の YouTube を探していらっしゃる方は、はい、まあ、おおむねこういうことご存知だと思いますから、あ、そういうふうに考えていくんだ、はい、確かになっていうふうに思っていただけるんじゃないかなと思って、私はまあ、たくさんのあることわざを、ちょっと自分なりに進化させてね、確かになっていうふうに思わせるように変えていくようなコンテンツも作ってるんですよ。はい。あ、これもだから、なるほどですね。Kさんが多分ね、情報発していく中で、そして、この、はい、今日お集まりの方とかね、YouTube をご覧になっている方が、情報発信何すればいいかなっていうふうに悩んだときに、考えられるちょっとヒントになると思うんですよ。はい、うんうん。はい。常にある名言、ことわざ、こういったものを、ちょっとだけね、ひねって、現代風にアレンジしていくとかね。ああ、うん。そうすると、はい、この人の話、次も聞いてみようかなっていうふうに思っていただけるんですよ。それがチャンネル登録になりますから。はい。で、別の、このことわざはどういうふうになりますみたいなクエスチョンが来たりとかして、即興でその場でね、うんうん、こう変えましょうみたいな、やったりもするんですけどね。ああ。頭のトレーニングもね。なるほど。そうですね。なるほどですね、思いました。ありがとうございます。まあ何かの発信してください。はい、ありがとうございます。はい。それではですね、そろそろお時間の方も見ていかなきゃいけないんですけども、あ、はい。Jさんの連絡先は今、ここに出ているもの、これでよろしかったですかね。これ、久保さん、逆に映ってませんか？逆には映ってないです。大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。はい。で、今日ね。はい。なんかせっかくズームなんで、いつもね、お願いするんですけども、なんかプレゼントがあったら、プレゼントの紹介をしていただきたいんですけど、はい、なんかあります？あ、もう、はい、ないです。今、何もプレゼント。はい。ではですね、私からプレゼントを設定します。はい、それはですね、はい、次回、Jさんとズームライブをするときに、はい、Jさんの売り上げが何々万円になっているっていうのが皆さんへのプレゼントです。おいくらにしましょうか？次回。ああ、久保さん、それは、その、いつぐらいとか言うんではなくてってことですよね。いや、それはね、やっぱサラリーマンなんで、はい、期限と目標値はノルマかけてください、はい、自分に。はい。私は設定しないですから。はい。1年後、半年後200。いや、例えば、来月10万とかって言ったらスパッとするんですけどね。ああ、そういうことですね。うん、だから、これ営業マンが毎日多分言わされてるし、多分ね、はい、まあ、例えば、ファイナンシャルプランナーさんとか、なんかこんなこと毎日意識してると思うんですよ。ああ、はい。で、副業するっていうのはこういうことを決めるってことですからね。そうですね。で、達成しなくてもいいんですよ。達成しなかったら、はい、その達成しなかったらギャップについて、やっぱり、ね、頭にね、汗かいて考えないといけないし、できてる人にアドバイスいただいたりとかっていうのはそこで生まれてきますから。はい、だから目標なくして、何にもないんですよ。
自分にノルマを ね、厳しくかけていかないといけないですから。はい。というところで、皆さんへのプレゼントは、J さんの目標をここで発表して、自分にプレッシャーをかけることだと思います。そうですね。そうですね。もう一番直近の3月ですね。3月で30ですね。すげえ。3月末で30万。聞きました、皆さん。いや、やります。頑張ります。うん。はい。まあ、はい、今はね、それで妄想で大丈夫です。とりあえず、私が聞かなかったら、多分その目標すら立てなかったと思うんですよ。はい。だからこれが私なりの尻を叩くってやつなんで、じゃあ今度ね、はい、3月のどっかでこういった機会を設けたときに、はい、売り上げがたとえ、ね、1500円でしたって言っても、じゃあ、達成しなかった分は、どういうふうにしたらできたと思いますかっていうふうな質問が飛んでくると思いますか。ああ、はい。そうやって進化していきましょう。はい。まあ、肝心なのはですね、できる範囲のことをしていったら、できる範囲の人生にしかならないってことなんで、はい、できないところに手を伸ばしていきましょうってことですね。そうですね。やっていきます。はい、頑張ってください。私も頑張って発信させてもらいます。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、何かと言えないこともあったんですけども、今日は口走らずによかったなというでございます。はい。また、サラリーマン YouTuber J 企画でご返信ください。現在 YouTuber になっております。はい、いつもありがとうございます、久保さん。はい、とんでもないです。でね、今日ね、はい、ご参加いただいた方で、分かる範囲でいいんでね、やっぱこう、お礼の動画メッセージなど送るといいんじゃないでしょうか。あ、そうですね。本当にありがとうございます。こんな遅くに。本当にありがとうございます。はい。はい、皆さん本当遅くまでありがとうございます。今日もズームライブやらせてもらって、J さんね、結構、ね、上手に喋るでしょ、皆さん。すごいでしょ？うん。十分だと思いますよ。スタートがこれだったら。はい。頑張って動画本数上げていきます。そうですね。はい。慣れ、でも慣れですね。はい。慣れます。もう度胸もついてきます。はい。はい、ゆくゆくは顔出しができるように頑張ります。そうなんですよ。顔出ししてくださいよ。はい。確実にこう、稼いでですね、顔出しができるようにしたいなと思ってます。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。本日は以上でございますけども、皆さんも本当にね、よろしかったら、ズームライブの方にお申し込みください。私の方から申しかけることが多いんですけども、お申し込みいただけましたら、必ず実現しますんでね。私に言われたらね、出なくちゃいけないのかなと思って、いやいや出る人もいると思いますけど、ね、機会をつかんでください。多分ね、J さんのことも、今日ご参加いただいた方の中で、実際会ったことがあるとか、よく知ってるって方は多分いないと思うんですよ。でもこうやって来てくださるんですよね。本当に、はい。ありがたいことです。ありがとうございます。他の方も、こうなるはずなんですよ。何人かは来てくださると思いますから、はい。ね、トライしていただきたいかなと思います。はい。喋りすごく上手ですよということでございますね。コメント入りました。あ、本当にもうありがとうございます。本当に嬉しいです。なんかプレゼントもらってばっかりですよ。おもう本当に、そうですね。加藤さん、三重でしたね、確かね。近くじゃないですか、Jさん。あ、そうですか。三重。三重のどちらでしたっけ、Jさん。私、津市です。津市。加藤さんも津市かな？うなずいてないか違いますか？ちょっと書いてみてください津市、津市ね、懐かしいな。また津市行きたいな。桑名と書いてます。桑名、はい、分かります？あ、はい、名古屋に近いですね。位置、はい、的にはどのぐらい離れてるんですか？結構離れてますね。あ、はい、店に父親がいます。同じ三重県の仲間ですね。ありがとうございます。あれですよ、三重でオフ会やった後、伊勢神宮行きましたよ、私も。そうでしたね。そうおっしゃってましたね。はい。はい、そこでね、母と合流してね。あ、なるほど。堪能いただいたんですね、伊勢。すごいいい思い出でした。はい。あれからね、また、三重で会いましょうとやった後でこのありさまですからね。そうですね、本当にぜひまたお会いできる機会が
作っていただけるとありがたいです。ありがたいと思います、私も。それから今日ね、はい、お越しくださった皆さんにも、必ず私、会えると思いますんで、その時までね、嫌いにならないでくださいね。実は詐欺商材売ってるぞって言わないでください。ということで、本当にありがとうございました。以上でございますんで、皆さんね、それぞれ休まれてください。祝日の深夜に本当ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。いろいろ勉強させていただきました。ありがとうございます。はい。では、ジェイさんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。では、ログアウトになります。皆さんありがとうございます。